皆さんこんばんは、セルボイスアルトと申します。本日は割と最近発売されたばかりのシュアーの MV7 というダイナミック型のマイクを紹介したいと思います。このマイクの特徴は、シュアー、これ老舗ですよね。こちらの高音質をそのままに非常に現代化されてまして、出力端子が XLR のキャノンと USB、 そしてモニタリングリアルタイムでやるためのヘッドホンのミニジャックがついているという形になってまして、本格的なコンデンサマイクとかそれ系のスタジオ系のマイクとしても使え、なおかつパソコンあるいはスマートフォン、そういったところとつなぐことができると。要するにオーディオインターフェースなしで使うことができるんですよね。で、私が買った理由っていうのは3つあります。で、まずミーハーなところから申し上げると、シュアーといえばもう超有名ですよね。高音質の老舗のマイクメーカーということで、私はこれまで縁がなかったんで一生に一度は使いたいなということで、飛びつきました。で、2つ目といたしましては、今聞いていただいて分かると思うんですけど、私の部屋は暗装音が結構大きいんですね。背面に、私の背後に水槽が2つありまして、それのエアーポンプとフィルターの作動音、これがずっと鳴ってます。また今ちょっとちょうど走ってるんですけど、結構遠いんですけど、地下鉄が地上部に出る時の音、これが深夜以外はずっと定期的になっているので、一番うるさいのがこの棚の上にデスクトップの自作の PC、 マイクロ ATX タイプが置いてありまして、ビデオのレンダリングしながら収録することもあるんで、なかなか SN 費が稼げないというところがずっと悩みでした。これが2つ目の理由です。で、3つ目といたしましては、私はこの場所で配信とか収録をすることが多いんですけど、割と食い物ネタが多いんですよね。熱々の食い物とかも結構多くて、ここから湯気が上がるんですよ。今使ってるピンマイク AT9904 を一番最初に導入したんですけど、それのすぐ後にこの収録と配信用に、同じくオーディオテクニカの AT2035 という定番のコンデンサーマイクをここから吊り下げてたんですよね。で、ただやっぱり湯気でやられちゃうんで、使う時だけぶら下げてたって感じなんですけど、音質的にはね、まあノイズをちょっと拾うってことは別としても、声としてはもうバッチリ、さすがだなと思って大満足してたんですけど、最近ボーカルブースを作りましてですね、そこで歌撮りをする専用にもう据え付けちゃいましたので、収録系には使えなくなっちゃったというところで、今しょうがなく AT9904 を使っているんですけど、この周波数特性がですね、私の声質に合わないんですよ。私の声は低くて、あまり滑舌が良くなくて、鼻声なんですよ。私ちょっと鼻が悪いもんですから。だからこのマイクの中低音向けの特性が全く合わないんですよね。それが、3つ目です。まあ、要するに湯気が当たらない位置に、セッティング、ある程度オフセットしてセッティングして、なおかつ音をちゃんと拾ってくれると。で、この MV7 の売りの一つとして、声だけに集中して集音できるっていう能力が挙げられます。まあ、それ後ほど検証していきますけども、そういったところ3点で非常に惹かれて、割と衝動買いですね。サッサンっていう有名な方の、レビュー、あの人のレビュー好きなんですけど、客観的に情報量が多いんでね。で、あの方のレビューをたまたま見て、心を動かされたということですね。はい、今日はですね、今の私のシステムを簡単に紹介しておきますね。そこに一眼がありましてですね、で、マイクはというとこれなんですよ。一般のマイクスタンドをうまく配置して、頭のちょっと左前の方に AT9904 というピンマイクを合わせて、で、それを一眼の G99 の外部マイク端子に打ち込んでいるということで、まあ、プラグインの電源で収録ができます。まあ、このあたりは割とスマートかなというふうに満足はしているところにはなります。今はちょっとある程度湯気を直撃する位置にはあるんですけど、セッティングしていきたいと思います。はい、というわけで設置が終わりました。で、実はこれテイク3でございます。テイク1でこのマイクの
設置位置をこれはちょっと奥にやりすぎましてですね、今の状態にしてテイク2を撮ったんですけど、1、2ともにものすごいノイズが乗っちゃってまして、不良品じゃねえかってぐらい乗っちゃってましてですね、新たにその YouTube の方のですね、レビューとかを見て、そんなこと言ってる人いないかなって探したんですけど、まあいないんですよね。で、ああだこうだやってですね、いろんなことやってたんですけど、最終的に単純に PC 再起動しました。要するにこのシュアープラスモーティブ、まあこれでいろいろ操作するんですけど、これから説明しますが、インストールを伴ってですね、まあ、特に再起動は求められなかったんですけど、いろいろと変化があったみたいで再起動をかけた方がいいみたいですね。では、通常の配信位置に私の体を移動しましたので、ここから先は MV7 の音にいよいよ切り替えてご説明ご案内していきたいと思います。はい、ではこれが MV7 の音であります。まずではですね、このシュアープラスモチーブの方でオートの方で今やってます。これ全く素の状態ですね。じゃあこれをちょっとニアからファーに変えてみましょう。はい、ニアからファーに変えました。どうでしょうかね。でこれね、私すごい最初期待して、さっきのテイク1テイク2で大したことねえと思ってね、がっくりしたんですけど、これでも実はね、あのゲインだけじゃなくてちょっとコンプレッサーとかも変えてるっぽいですね。なので確かにこれはこれで効果があると、そんなような気がします。はい、じゃあこれから私がメインで使うだろうマニュアルに切り替えますね。でマニュアルの方はもうプリセット化してありまして、ぐっと音量が上がったと思います。36デシベルですね。で他のレビュアーの方も36で結構使ってる方多いので、どうなんだろう、ちょっと音量小さいんじゃないかなこのマイク、そんな気がしますね。はい、では続きまして、イコライザーをローカットにします。グモモモンとさせたくないので私はローカットにしますと。一応おまじないということでリミッターもかけておきますと。でコンプレッサーも、まあ、私あんまりね声量がないんでミディアムぐらいにしておきたいと。はい、じゃあこれでどうでしょうか。まあ、大体私夕飯時ぐらいから撮り始めて、まあ、こんな感じでねこれぐらいの時間までやりますから、そんなに声張れないんでね、まあ、こんな感じでやっていくというところであります。まあそんなこんなでいろいろとね、本当はテイク1で取り切って皆さんと聞いてどうかなっていう結果をテロップで流そうと思ったんですけど、もう1、2で聞いちゃって3でそこからノイズがなくなったということでも予測がつくんで、うん、いいと思います。あの周りのそのノイズもだいぶ収まったし、なかなかいいんじゃないかなと思います。じゃあ私はこれを活用して細々とやっていきたいと思います。では、Can I write you on a game as a